香川県庁舎は、香川県高松市番町にある、香川県の行政機関が入る、建物群の総称。本館、東館、北館、議会議事堂、天神前分庁舎、警察本部庁舎からなり、南側に駐輪場が完備されている。本館、東館、警察本部庁舎は、丹下建造により設計された。 初代香川県庁舎1872年までは、退院歴。1873年以降は、太陽歴による年月日。竣工は2000年。地上22階、地下2階、最高部113メートルの鉄骨造りである。延べ床面積は4万1464平方メートル。21階は展望室になっていて、全方向の眺望が楽しめる。 県庁舎の模型や香川県徳さんのサヌカイトが展示されている。県内の数少ない超高層ビルの一つ、地下に来庁舎専用駐車場を備えている。それまでは来庁舎用の駐車場がなかったが、本館の完成でようやく自前の駐車場を持つことになった。東館東館の内館現在の本館ができるまでは、これが本館と東館であった。 タンゲの初期の傑作と評される。ファサードは日本の伝統である梁を当時の建築技術の限界での細さで表現した。1950年代の代表建築の一つとされ、公共建築百選にも選ばれている。設計は当時の金子正則知事が香川県丸亀市出身の洋画家、井野熊玄一郎から紹介されて、タンゲ建造に会い、彼の温厚な人柄と、 柔軟な思考力、鋭敏な美意識と想像にかける強烈な意欲に共鳴して民主主義時代にふさわしい庁舎を設計してほしいと依頼したことから始まる。金子知事の要望に応えて丹下が設計した案は、彼が旧正高校時代から尊敬し続けてきた建築カルコルビュジエによる近代建築の五原則に基づくものであった。その原則とは、ピロティ、屋上庭園、 自由な平面、水平連続窓、自由なファサードなどであり、丹下は、その原則のすべてを織り込んで、設計案を作成した。春工式の挨拶の中で、丹下は、県庁舎が県民に開かれた空間であることを強調した。一階部分の壁画、和形静寂は、猪熊玄一郎によるものである。猪熊は、日本のあるべき、民主主義は、茶の精神であり、茶の精神は、 和形静寂にあり、とこの壁画で表している。壁画の制作時、井の熊はニューヨークにいたが、現場を一度も見ないまま送られてきた作品は、寸分たがわず設置場所に収まった。実は、精密な模型を作り、作品を作り上げていた。1999年に、日本の近代建築2 0 0に選定された。2階に、香川県庁消費生活協同組合。 3階から5階に会議室が入る。エレベーターは設置されておらず、本館からの連絡通路もない。西側に正面が向く。玄関前の左右は駐車場になっている。本館や東館と異なり、訪れる県民は少なく、ひっそりとしている。2階に水道局、3から8階に教育委員会が入る。2006年2月25日に公開された、小田裕二主演の映画、 県庁の星では本館がロケ地となった。ありがとうございます。